長田清は、日本の数学者、大東文化大学経営学部、企業システム学科教授。博士、東京都出身、上智大学理工学部数学科卒業。上智大学大学院、理工学研究科博士課程満期大学後、青年海外協力隊プログラムで、ガーナで2年間中学教育に専念。帰国後、栄光学園で教鞭を取り、 1996年、大東文化大学経営学部専任講師を経て、同学部企業システム学科教授。専門は、情報処理、大数的整数論、暗号論。ネットワーク社会における、情報伝達、暗号論を研究テーマとしている。研究領域に、情報セキュリティがあり、高度情報化社会において、重要な役割を果たす公開鍵暗号の一つである。 大学暗号方式について、その構成法と数学的理論の関係についての考察を行っている。パーソナルコンピュータ利用技術学会全国大会では、自身の研究発表、及び学部生等の研究発表指導の両面において、継続的な受賞を重ねている。大東文化大学経営学部企業システム学科、2011年8月3日閲覧。 巨数情報を持つ、大円曲線と JF 変量について、ブレティン・オブ・ダイト文化ユニバーシティ41、1から7、2003年3月、2011年8月3日閲覧。超大円曲線におけるワイル数について、マネージメントジャーナル五57から64、2005年2月、2011年8月3日閲覧。パーソナルコンピュータ利用技術学会。 2011年8月3日閲覧、ありがとうございます。